ちょうど2年前の今頃、僕が一人で東北の山を登っていた時の話。8時ぐらいに登り始めて、山頂には12時頃着いた。下りはどの山でも半分ぐらいの時間で降りるので、少し余裕があったし、地形図も持っていたので、コースの途中から半分は、登山道とは別の尾根の獣道を下ってみることにした。この地方なら、山菜を採るためにそういう人は結構いる。山菜やキノコの菌床になりそうな木を探しながら歩いているとき、ミズナラの倒木を見つけたので、近くまで行くと、ミズナラが根元からチェーンソーか何かで倒されていた。そのとき、30メートルぐらい先に、ささやぶの間から大きな穴のような黒い影が見えたので、好奇心でやぶをかき分けてその穴の方へ向かった。近くで見ると結構大きな洞窟で奥もだいぶ広そうだった。山用のヘッドライトもあったし、前に友達に連れられて洞窟に入った経験があるので、少しだけその洞窟に入ってみることにした。洞窟を発見するのは結構稀なことで、見つけた人がある程度は自由に名前をつけてもいいし、もし日本で新しく大きな洞窟が発見されれば、全国的なニュースにもなるとの話を聞いていたので、かなり興奮していた。でも、内部を確認しないで洞窟を見つけたと、洞窟好きの友達に言って、連れてきたとき、入ってすぐ行き止まりなら、がっかりさせてしまう。だから僕としては、中の広さを確認しておきたかった。洞窟は水たまりが多かったし、地面は岩でゴツゴツだったが、意外と広く、中でかなり分岐していて、正確ではないが、100メートルくらい奥まで立ったまま入っていけた。通ってきた道は一番広く、別に迷うとは思わなかったけど、分岐のあるごとに戻って、山菜の本のページを破り捨てて目印にしていた。距離がどのぐらいかはわからないけど、入って20分ぐらいでメインの道というか一番広い道が行き止まりになった。正確には行き止まりではなく、壁の2、3メートルぐらい上に人一人通れるかどうかというぐらいの穴が開いていたが、とても入る勇気はなく、よじ登って、その穴の中だけ確認してみた。その小さい穴を覗くと、わずか1メートル先で狭い部分は終わり、その先にライトを当てると、かなり広いホールみたいな空間があるのがわかった。しかも下からは鍾乳洞にできる地面から伸びるつららのようなもの、いわゆる石筍が生えている。穴の位置的に床の面しか見えなかったので、面をなぞるようにライトを当てていると、石筍に囲まれるように横たわった人型の泥の塊が見えた。不思議に思ってそれを観察していると、その人型の塊の頭の部分に、明らかにメガネだと思われる出っ張りを見つけた。その瞬間、うわっ!と声を上げて、顔を突っ込んでいた頭から離れ、穴の開いた壁から這い降りると、その穴から、
という音がして、すぐ出口に向かって猛ダッシュで走り出した。ゴツゴツした岩で何度もこけながら走った。恐怖で頭がいっぱいで足腰が全然言うことを聞かない。走り出して2分ぐらいで、ゾーという音に追いつかれた。音の正体はコウモリだった。さらに後ろから、といううなり声のようなものが聞こえてきて、またすぐ走り出した。あのうなり声は間違いなく、例の人型の泥だと思ったし、その音からはっきりとあの泥が洞窟を這いつくばって、うなりながら追ってくる姿が想像できた。暗くてよく見えないが、もう膝は血だらけだと思った。天井付近をコウモリが飛ぶ中、ようやく出口が見えてきたが、日は落ちかけていた。そんなに長い時間入っていたつもりはなかった。すぐに洞窟から離れて、尾根を走って降りた。駐車場に着いた時には、もう夜7時半だったが、駐車場にはまだ人がいて、膝の怪我や足の痛みがピークで、下山してきたおじさんたちに助けを求め、車と僕を市内の病院まで運んでもらった。人がそこにいて、本当に助かった。膝の怪我は思ったより深く、鋭い刃物で切ったような傷が今でも残っている。その日、洞窟好きの友人に連絡すると、深夜、洞窟クラブの人と一緒にうちにやってきた。一人でいたくなかったので、ずっと彼らと話をしていたが、そのクラブの人と話して少し落ち着くことができた。その人曰く、洞窟でのうなり声はおそらくコウモリの羽の音が反響して出たものであること。人型の泥の塊は洞窟ではよくある。というか人間は条件反射的に似た形を見つけてしまうということ。その山で鍾乳洞が見つかれば新発見であること。まあそんな感じで僕はその洞窟のあるであろう場所を地形図で教えた。後日そのクラブの人たちから一緒に探索しないかと誘われたが、何を聞かされても、さすがにもう一度行く勇気はないし、他の登山客に迷惑をかけてしまっている手前、包帯の取れない状態で行くのもどうかと思って断った。洞窟クラブの人は、その後何度か探索に行ったようだが、僕が教えたその周辺を何度探しても、洞窟は見つからなかった。その人たちが探しに行く前には電話があって、何度も場所を確認されたし、見つけられず帰ってきてから何回か家に来て、本当にその場所かどうか思い出してくれと言いに来たし、ついてきてくれとも言われた。彼らにしてみたら、鍾乳洞の新発見は相当大きなことなんだろうとは思ったが、やっぱり僕はそこには行きたくなかった。そうして去年、どうしても見つけられないし、僕が幻覚を見ていたんじゃないかという話にも発展していた。
正直僕自身その可能性はあると思っていたし、あの時の恐怖も少しずつ薄らいできていたので、もう一度自分が見たものを確認しておきたかったということもあり、洞窟クラブの誘いに乗ることにした。話を受けてその週末、山に入り探索を始めると、なんでそのクラブの人たちが洞窟を見つけられないのか理解した。彼らは全く山の素人で、地形図が読めず、全然違う場所の獣道に入って探索していたのだ。僕があの時通った尾根を案内すると、2時間ほどの捜索で水奈良の倒木と問題の洞窟が見つかった。笹やぶは前よりも茂っていたけど、風景がフラッシュバックしてくるように思い出して少し怖くなった。総勢10人のクラブの人たちは洞窟の前で黙々と準備を始めたが、僕は洞窟を目の前にするとあまり入りたい気持ちにはならなかった。いくら偶然だと言われても、あの人型の泥は僕にとってはリアルすぎたし、口では説明できない異様な雰囲気をあの時確かに感じていた。それを話すとクラブのリーダーに、こう言ってはなんだけど、もう一度その泥を見てみると多分拍子抜けすると思うよ、という感じのことを言われた。それに撮影用の強力なライトもあるし、部屋なんかと変わらないぐらい明るいので、不安もまた薄れて、彼らと一緒に入ることにした。よく考えてみれば、外で一人で待つというのも嫌だった。中に入ると、ライトのおかげもあり、隅々まで照らされて、1年前とはだいぶ雰囲気が違うように見えた。あの時見た感じとは違って、道はあまり分岐していないし、地面の岩もそれほど多くなかった。そして意外と道は上下左右にうねっている。10人で進むと時間はかかったが、30分ほどで例の突き当たりに着いた。僕はあの時の穴を見上げた。クラブの人が頭から中に突っ込むと、すぐ後ろ向きのまま出てきた。ホールから先は確かに鍾乳洞で、入り口はホールの床まで4メートル近くあって、はしごを張らなければホールには降りられないらしい。ワイヤーの縄ばしごを張って、みんなは次々穴に入っていった。僕も意を決して穴を覗き込んだ。あの人型の泥はなかった。泥があったはずの場所は、石筍も立っていなかった。それどころか石筍は、このホールの入り口に向かう道を作るように折れている。僕は穴から出て、後続の人にお願いして、もう出たいと訴え、洞窟から一緒に出てもらった。一緒に出てくれた人は、おそらく過去に何回か人が入って石筍が折られたり、ホールの内部も荒らされているのかもしれない、と言っていたけど、僕にはそうは思えなかった。理屈では確かに、水奈良の木を切った人は、あの洞窟を見つけていると思うし、その人が何度か
洞窟に入っていたとしても不思議ではない。で、最近なんだけど、クラブの人から連絡があった。僕が最初入った時、目印にしていた山菜の本の切れ端がいくつも見つかったとのこと。それらは全部洞窟のホールの奥に束になって置いてあったそうだ。